はい、長期で、はい、岡城天守台ね、御三階櫓が建ってました。天守っていうかね、御三階櫓。今日はね、ちょっとね、頑張ってみんなの目をかいくぐりながら、前あの通常ルートを行ったので、今回は裏ルート七曲がりから降りていこうと思ってます。あのスタンプの、そう、スタンプの景色、高石垣です。すごい急峻な崖が立ち上がる。さあさあ、よし、これで先頭に立った。あとはあっちの西の丸目指して、で七曲がりルートで戻ります。ひょう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 、ほんと綺麗。今日はなんか今までより抜群に綺麗に感じるな。天気が薄い雲だからかな、逆にね。いいね、岡城。岡城大好き。岡城本当にね、日本で一番、100名城全部回った人が日本一良かったとか、うん、あの好きっていう城にあげるレベルのお城でね、うん、めちゃくちゃ広大なとことかね、まあ、この自然で誰もいないのもありがいいよね。やっぱあの人がいないのが何よりいいよね、うん、で最近結構綺麗に整備されたみたいで、こういう小賢しい看板も立ってます屋敷ありましたよとかね、ね、助かるね、でもね、うん、ああいいな、あのプレハブいただけないけどな、うんまあしょうがない。さあ、これそのあのプレハブで置いてる道具とかで臭かったりしてくれてるおかげでこんだけ綺麗なんだ、文句は言えませんよね。はあ、疲れた。あれ、降りれなかった、やだな、降りたいな、ジャンプするか、うん、ああ本当に降りれないや、いけるかな、ちょっと待って、これ高いわ、よっよっ、よいしょ、はい、70キロがジャンプした、地震が起きるよ。でこっち西の丸、この階段もね、なんか書いてたんだ、紙に。どこやったっけ、東門、あとこれ東門の吹石、屋根瓦のように小石が敷き詰められてます。ってことは現存の遺構なんだろうな。すごいよな、あんなの見たことない、他の城で。急な階段、これも当時かな、直してるよね、確実に。化粧までして石にさ、はい、広いここは成長があったみたい。だから祭りごとを行ったらここてか、この広さの建物があったとか考えたら、岡城えぐいな。ああ、何万石、7万石だったっけ、トンネルがあるよね、10万石ぐらいだったっけ、うん、まあいい暮らしをされてたんだね、中川さん。ああ、もうここはでもあれだね、
御宅を並べず、ただ景色を楽しめっていうね感じだ。こっちにも確か井戸跡があったと思う。で、山もね見えるのよ、こっち側。あっちが阿蘇か、阿蘇山。あれが九十連山かな。あれは何だろう、わからん。山はまあよくわからん、正直。山わかりません。山わからないものでございます。はい、でこれ井戸ね、また立派な囲い、井戸の大きさに見合わぬ大きい囲いですね、うん、石を傷つけないようにっていう配慮かな。古い井戸、ね、まあ、この辺りで重心の方々住んでたらしいから、うん、古い井戸、ね、で、まあ、瓦も落ちてるんだね。はい、こっち、あ、ここにも井戸があるよ。水が出たんだろうな、うん、井戸。こっちは綺麗な石の井戸。よいしょ。で、屋敷跡だからかな、礎石がいっぱい置かれてますね。で、向こう側が本丸とかいうのがある、うん、あっち側、こうない、あのお互いを見合うのすごい綺麗なのよ、ここ。あっちだねー、こっちだねーって。ほら、どあのコンクリで直したとこどこなんだろう。見えないのかな、どの辺だろう。よっぽど見えないならどうでもいいよね。どうでもよくはない。綺麗綺麗、もう本当に、もうゆっくりゆっくり見ようか。綺麗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 っていう声が邪魔、静かにして。綺麗、はい。はい、でここで、ね、今から行くのはこの裏口になります。た、ならまぐり、待って、あそこにポール立ってるけど、もしかしてこれ行けないの。え、通行禁止、まさか。木群城、阿蘇山、阿蘇山そっちか、あれが阿蘇山か。さあ行けるかな。木群城はね、前見たらね、何もなかった、田んぼ、ただの畑かと昔なんだけど。さあ鹿戸門跡、ここが中川秀重による岡城の築城は、こっちが整備されました。こっちから出る、まあ、あの絡めてと別の出口なんだね。うん、はい。ね、立ち入り禁止。はあ、はあ、なるほど。ここね、ここ入らないようにしなきゃ。こっち大丈夫。よし、これなんだろうね、うん、なんかの穴、トイレ、
トイレこんな門の前にトイレ作るかね。門番所、うん、なんだろうな、井戸っぽくはなかったけど、これ七曲がりってだけあって結構ね道がね七曲がってんのよ、うん、厳しい道になってる。よいしょよいしょよいしょ。もう紅葉もちょっと終わりかけですね。てか終わってますね、うん、でこれ岩盤の上に作られてるのもいい城だよね。岩盤削って道作ったんだろうかねこれね、うん、ほらすごい。よいしょよいしょ、ちゃんとはつってるよね。ビビビビ化粧してます。すだれって言ったっけ、こういう化粧。あとかまぼこ石もあったね。岡城特有っていうか、あ何これ水路かな、削った。すごいね、石加工技術が高すぎん岡城って。これね、この辺り大分の城ではたまに見れます。肘城とか、うん、っていうお城で、ある多分飾りって言われてるけど、加工した石、うん、よいしょ。あとはお、なんだろう。ティリー、こんにちは。あ、なんかあるのかな。え、わかんない。こうですか。でね、一応ね、そう、ここ魔界仏なんだよね。これだ。魔界仏です。高さ5メートルの観音菩薩像が建てられてます。ただし朝日が差し込む時間帯によく見れるっていう感じなんだけど。あ、そう、行き方は5分ほど進むと右下に道分かれます。あ、ここじゃないんだね。うん、ここにありそうな看板だけど、でこれを行くのよ。うん、私行ったことあるの。でも分かんなかった、結局多分道が間違ってたんだろうね。うん、でも今は行けませんまた今度、次回の動画お金を取るときはきっと行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。城下に続く道もあるんだね。前の動画でさ、キリシタンの潜伏、隠れキリシタンみたいなところね、あったけど、これ降りていくと城下に続く、その城下町、別に危ないことないよね、この道。何も。あ、でもたくさん落石がある。もう落石はでも昔から別に変わらないことだろうし。うん、さあ、水も溜まって、なんかの儀式でも行ってそうな場所だね。でそこから水路も出て、あ、これあれかな、水溜めてたのかな、あえてここに溜まるように、うん、まあしたのかなってたのかね。水使えそうだね。あ、景色いいじゃない、ほら高取城みたい。これがお城ですよ、山のお城ね。楽しいね、お城は楽しそうに言えよな。楽しいね、お城は。これどこに出るかだけ見といて。したら行く気になると思うから。あんまりこのルートみんな知らないんだよ。わしもね、3回、4回目ぐらいの時気づいたのかな、このルート。あ、こっから行けるんだって。行ってみよう。一回一回が時間制限があるからね。うん、なかなかこう、ゆっくり。
見れないから、だから未だにいろんなお城で新たな発見がある時があるよ。見て、石垣、岩盤と石垣の組み合わせってさ、備中松山城でも見れるけど、いいよね、やっぱり岩盤にうまくこの石垣乗せましたみたいな、いいよね。で、ここに着くのね。何ここ、あの駐車場、宗谷区所跡ね、いわゆる入り口ですよ。はい、に着くんだけどおや、やっぱりあれだな、これは禁止された立ち入りの、あ、大丈夫、ちゃんとルーターね、何も書いてない。